八花峠は、秋田県鹿角市と秋田県小坂町の境にある峠。標高631メートルと和田湖の外林山の南に位置する。北方の戸和田湖の眺望は絶火である。二重式カルデラの跡を残す小倉半島と中山半島が湖面に伸びており、小倉半島では、延長上の五倉山が特にはっきりと湖面に影を移している。峠から湖岸の輪以内に降り、 休みや、根の口と、国道103号が続いている。国鉄花輪線と和田南駅から、バスで一時間強の距離である。八花は、ばっか家と同じで、崖坂の意味である。峠から外輪山を西に行くと、指名亭展望台がある。ここは、と和田港一望のもとに眺められる場所として、最高である。その昔は、八花と書かれていた。それは、 指名邸付近に旧八火峠があり、この辺は八火が多く野生していたからの命名であったという。享保三年頃に円山に銀行山が発見され、輸送されるようになり、どうも薄では縁起が悪いので馬の二の出発という意味を込めて八火とされた。この頃は峠には見返り茶屋があり、間口三軒、奥行きが四から五軒の正木屋根の茶屋があった。 屋根にはご案内どころ見返り茶屋と粗末な看板をかけ、峠の下と連絡を取って観光案内していた。文化4年、菅山澄は十和田港を訪れているが、八火峠は通っていない。熊坂の峠から金山鉱山に降り、それから八火峠の下にある湖畔の六角八火のことを記録している。木の中に鳥居が立っていて、 大湯の里を経て白沢越えをする人はここを通って行くことになるとしている。松浦武四郎は1849年、北海道からの帰りに戸和田湖を訪れ、戸和田湖から八花峠を越えて数のに達している。その時、詳細に記録を残している。湖畔に沿って西に行くと小さな平原に出た。ここは熊笹や樹木が多い。 ここから250メートルほど進むと水辺に火氷が一気、ある。左右に道が分かれていて、右は銀行山へ向かう歩かないかの道である。左の道を選び細い谷川に沿って谷間を500メートルから600メートルほど行く。つづら折りの道を17から18曲がりほど草の根を足がかりとして進むと、かろうじて草原の土地に到着する。ここ、八火の坂という。 また、ここは駒止めとも言い,い、数のから三景に来たものはここで馬から降りて、馬を戻した場所であるからそういう名がついている。ここからと和田子を見ると、湾がおよそ10ほど見える。これからと和田子が10万とも言われていることがわかる。1909年当時秋田先駆け新報社の主筆だった安藤和風は、東京の各新聞記者たちを招待して、 秋田県の景観が優れていることを全国に広く、市場に宣伝してもらった。彼は、先駆け新報社の社長だった、井上広井に進言して、森正孝知事と接触を重ねてもらい、これが実現した。記者団は、総勢21名で、明治42年7月23日に、上野を立ち、翌日は期待でした。大湯温泉での大歓迎の後、次の日、 馬に乗り八花峠への道を登った。安藤和風は八花峠への道で風薫る山また山や湖高くと歌っている。八花峠からと和田湖を見下ろした時の感激は八花峠体感と言葉書きして山登り人生は木の間に大いなる鏡のごとく開く湖と歌っている。安藤和風はこの旅を終えて 戸和田湖の開発には交通路の整備が急務であると考え、県に強く働きかけた。大正元年には大湯から八火峠まで車が通れる道路工事が始まり、1914年に完成した。さらに和風は知事に働きかけ、1927年に道路を湖畔まで延長してもらった。古城には初めて県の発動機船、南染丸ルが就航し人気を博した。 昭和4年には、とわだこへの観光客が前年の3倍になったという。ぬなみけいおんは、1909年の東京記者団の一員として、八花峠を訪れている。7月29日晴天、大湯から34人が馬に乗り、とわだこに向かった。うつらうつらと再び馬眠を催すとき、前なる人の後叫ぶに驚きて、瞳を放てば、大古島面にあり、 とうとして平気楽に、横う。我は初めて、その名にじれし、とわだこをみつるなり、湖畔には、山面なり、はるかに一方にシューズルを、発光だ山とす、水に一船浮かばずまた波の光なし、ただ晴れ煙高く氷して水も山も、みるみる一気に溶けさらんとするもののごとしと記している。八火峠を下る様子は、左に崖高く樹脂参りてその陰霊下に、 道はかろうじて市場を進むにたる。しかも泥深くして、さざれ石ところどころに浮く、右は削るがごとく谷をなせりただ青葉の、暗くそよぐを見るのみその深さ育児になるを知らずと、記している。竹田千さ三郎の、と和だこでは、けまないから、八火峠まで自動車の便があり、大館市を経る観光客は近年この道を通ると、している。また、 発火峠から幼鳥のような急坂を下ると、約半里で湖畔の発火に着くとしている。武田は発火峠の名の由来として、この付近に野生の発火が多かったからだとしている。銀行山が盛んで、銀をこの峠から輸送する際に、輸送量が多大なことを祝福し漢字を変えたとしている。発火峠は、近くの金山峠ともに、分水嶺に達するまでは、樹木が乏しく、 峠を越えると、初めて美林に入る。それは、小坂鉱山の煙毒のためで、この辺り数里にわたって樹木が生じないためとしている。指名邸は、戸和田湖に向かって、八日峠頂上の少し手前の左側にある。ここは1921年に、秩父宮陽人親王、高松宮信人親王を戸和田湖に迎えるとき、最も眺望の優れたところをご覧いただきたいという。 ことで、外輪山をくまなく回って探し当てたところである。指名艇のあずま屋の手前に大きな自然石の石踏みがある。1931年10月に建てられたもので、日本八景とわだこと深く掘られたものである。1927年に東京日日新聞と大阪日日新聞が主催して日本八景の選定を全国から募集した。 投票は1927年4月11日から5月20日まで行われ、投票票数は1億に近かった。約1ヶ月をかけて、現地調査が行われ、7月に審査会が開かれた。審査委員は、谷崎純一郎や泉強花、横山大官、内藤小南ら各会の権威者49名である。八景の中の故障の部では500万余の投票があり、 と和田コへの投票は3位だった。しかし、審査会では、富士五湖を忍ぎ、第1位に押された。この石踏みにはその経緯が詳しく掘られている。ありがとうございます。